伊藤平でございます。 T 隊長です。ショータイムワンポイントエニアグラムなんか急に始まりましたね。こんなコメントいただきました、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。リンさんから、はい、うん、タイプ5とタイプ9の違いのポイントっていう、うん、動画を上げたことがあるんですけど、はい、その動画のコメントで、うん、リンさんから、うん、こんにちはと、こんにちは、9ウィング8段、うん、でリンさんが思ってる、はい、リンさんが夫は9ウィング8段、うん、と思って、うん、いやエニアグラム面白いよって、うん、紹介したら、うん、俺タイプ5だな、うん、自己診断、自己診断、うんうん、夫ちゃんが、うん、タイプ5だって言いましたと、うん、でまあその本人は5だって言ってるし、うん、まあ、わざわざいや、うん、違うよ、うん、っていうのもなと思い、うん、何も言わずに言いますと、うん、親しい人にエニアグラムを勧めることが時々あるんですが、うん、何タイプだと思う、うん、って聞き返されるんじゃなくて、うん、なんかあと本とか読んで、うん、ああ、うん、俺このタイプだ、うん、でそのちょっとエニアグラムを知ってる人からすると、うん、いやいやそれよくあるんだけど、うん、なんか違うんだよ、うん、っていうのってなんかあるんだが、うん、そういう時の対応って難しいですよね、うん、っていう、まあ、特に質問じゃないんですけど、うん、こんなコメントをいただいていて、はい、あそういうことって思う人多いだろうなとは思うんですね、うんうんうん、でそういう時って体調どうすればいいと思います？どうもしないですよどうもしないとは、どうもし別に行ったところでじゃないですか。いや僕って何タイプだと思いますかって言われれば、はい、このタイプだと思いますって言いますけど、はいはいはい、その進めて、うん、進めたところ、まあ、うん、夫婦ですよ、はい、パートナー、うん、まあ、夫婦じゃなかったとしても、うん、親しい人が、うん、まあ、なんていうんだ、悩んでたとしましょう、うん、でそのどうしようっていう時に、うん、エニアグラム面白いよって、うん、例えば普段から、うん、そういう本を読んでると、うん、そういう YouTube を見たりとか、うん、そのエニアグラムっていうのを、うん、パートナーがやってるんだって知ってる場合、うん、エニアグラムって何、うん、って言ってきた時だったら、うん、なんか言うチャンスとかってありそうじゃないですか。なんかまあそういうのが良くない、別に言わない、あそういう決めつけは良くないよっていうかもしれない あなたは9だよとかじゃなくて、はいはい、そうやって決めつけちゃいけないんだよエニアグラムは。ああなるほどね、うん、まあまあそうやってタイプを決めつけるんじゃなくて、うんうん、まあ、聞かれれば言う、あ何タイプだと思うって、うんうん、そういうなんか徹底してますね。徹底してる体調、言ってもしょうがないじゃないですか。なんかその僕がまだその、うん、ここのルーム8の会員になる前、うん、はいはい、まあ、なった初めぐらいかな、うん、ちょこちょこなんかその坊主頭のテロリストみたいな男が、はい、通い始めましたと、はいはい、でなんかエニアグラムに興味を持ったみたいな、はいはいはい、の時に、うん、僕なんかコロコロ変わってたんです、ね、僕多分全部合わせてたと思うんですよ僕5だと思うんですが、あそうかもしれないですねそうなんですよ僕多分7とも言ったし、うん、そう7、7、うん、5を、うん、もう最後の方は4、3とか言ってたからさ、うんうんうん、ああそうかもしれないって言ってた、かもしれないですね、うん、なるほど、それ難しいで、でもその時6だとは多分思ってないですよね。6だとは、まあ、5ってなんか、まあ、掴もうと思えば掴めちゃうじゃないですか、何でもね、うん、はい、だから5って言われれば5っぽいところを探し出す、はい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 、あで5かもしれないねとか、はい、そういう感じですよ。なるほど、うん、じゃあ僕のは間違いですね。間違えてると、ちなみに僕は、はい、僕が I think so、うんうん、僕が思うのは、うん、君にはこういうところとこういうところとこういうところがあるから、うん、僕はこのタイプだと思うんだよね。結局というか、あまあなんか僕それをやるなって言われてるんで、言われてた。あ、うん、なるほど、うん、なんか理由があるんですか。理由があるというか、まあ、人を、はい、まあ自分はこれだって思ってる人にそうじゃないよって言っても絶対聞かないから、はい、でこう多分うちの視聴者さんとかでも多分そんな感じじゃないですか、はい、悩んでるんですけどっていう人は悩んでるんで聞いてくれるんですけど、はい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 、私5ですみたいな人に9だよねとか言っても、はい、多分聞いてくれないじゃないですか。いや
だって僕こういうとこあるもんみたいな。まあ私も3のところを探そうと思えばいくらでも出てくるでしょうし、6のところを見つければいくらでも出てきますし、あとまあやっぱり正解はなんかまあ決めつけるのは良くないんだけど、なんでしょうね多分、だからこ決めつけるのが良くないんだけどって、自分自身が決めつけるのも良くないけど他人が決めつけるのも良くないって話じゃないですか。なるほど、帰ってきました、ね、そう、盛大なブーメランが。なるほど、ねるねさんも同じ経験をしたと、なんかこの前自分のタイプ分かりました、って言われて、そうなんだ、そちょっとシャープですかね、ちょっと半音高いぐらい。そうなんだなるほど。だから僕も最初エニアグラムを学んだ時、はい、そのエニアグラムの仲間がいっぱいあるじゃないですか、はいはい、で僕このタイプだと思うんです、はい、確か7だったかな、7だと思うんですとか言って、はい、みんなあそうだよねって言いながら、はい、その人が帰ると7じゃないよねって盛り上がるみたいな。体調の見立てでは5。おお、健全度の問題ですね。良かったんですかね。良かった、体調が、はい、なるほど。あとまあやっぱりそうなんだが正解で、でまあただそのいろいろその探っていくのがいいよね、っていうのが多分いいんでしょうね、それにまあ分かんないじゃないですか。分かんない、もうみんながあのフィルターによって違う、自分のことすら分かんないのに人のことが分かるはずがない。メガネによって違う、はい、そうですね、っていうところで、まあ、隊長そうやってディーンさんにも返事を返されてましたが、はい、そういうところで、はい、そういうところでこんな動画は終わりつつですね、いろいろね、特にあの人気のタイプ、人気のタイプ3、7、4、は5も、あ5もね、かっこいいからね、なんか頭いい人、頭良さそうですもんね、頭がいいから5ってわけでもないんですよね。多分どのタイプも全員いますからね、多分ね、はい、そうかも、あ体調そうですね、そうかもがいい返事ですねと、でもこさんはどんなタイプっていつも聞き返してますと、優しい、あ、まあ、聞き返すのはありかもしれないですよね。あ、なるほど。僕5だと思うって言われたら、はい、どうして、あ、どんなところが、どんなところが、たち笑顔で聞きましょう。体調のちょっと怖いですよ。どのあたりが、どのあたりが、あなたのどのあたりが、どのあたりが5なんでしょうかと、5だったら合理的に説明できるよねみたいな。分からないとか、ちょっとねってね。でやっちゃったらダメですよ。あ、そうですね、